アマレットとは、アーモンドのような香りを持つリキュール。香りが、アーモンドに似ているため、原料の中に必ずアーモンドが入っているものと思われがちだが、実際は杏仁を使用しているものが主流。アマレットとはイタリア語で、少し苦いものという意味。アマレットアマレットの元祖であり、アマレットの中で最も有名なブランドである、アマレットディサロンノは、杏の種を原料とし、 甘くてほろ苦いアーモンドに似た風味と赤みを帯びた琥珀色が特徴のリキュールである。アルコール度数は28%、液ス分は26%。ミラノ地方の菓子のアマレッティに香りが似ていたことから、このリキュールはアマレットと命名されたとも言われる。従って、もともとはアマレットとして売られていたが、 このリキュールの成功を見た他社が、アマレットの名で類似品を発売し出したため、1992年に、現在の名称に改名した。1525年に、イタリアの画家、ベルナルディーノ・ルイーニが、イタリアサロンのにあるサンタ・マリア・デ・レグラツェ教会に、聖母、マリアヌ・フレスコ画を描くよう認じられた。この時に、絵のモデルとして雇った宿屋の若い女主人と恋に、落ち、 この女性がルイーニへの贈り物として作ったのが、アマレット・ディ・サロンノの限定である。この時から現在まで、製造法は変わっていないとされるが、瓶の形状は何度か変更されており、現在のよく知られた四角い瓶はムラーの出身のガラス職人がデザインしたものである。なお、日本の輸入業者であるサントリーでは、ディ・サローノの表記を用いている。整備道、出版2001。 P116 福西 1997P135ABC 微動出版 2001P117 ありがとうございます。